今回、パパママというテーマでいくと、パフご夫妻なんかまさしく共感するとこあったんじゃないかなと思うんですが、いかがですかね。休みが取りづらいっていう話は、本当に分かりみが深いというか、もうおっしゃる通りでございます。今どうやって家事と育児とか、この農業とのバランスとか、なんかそういう両立されてるんですか。基本的には、土日も取りづらくてですね、でやっぱりこう日々稼働してしまうので、おばあちゃんに、おばあちゃんというかパフマリコのお母さんに、預けて見てもらってるっていうような状況になっちゃってるんですけども、ただそのサラリーマン時代みたいに夜10時とか11時に帰りますみたいな、そういう生活ではなくて、僕たちはもう5時半になると仕事は上がるということを決めているので、そういう意味で夜の生活は子供と一緒に過ごせるかなということと、折を見て遊びに連れていくということはできるかなっていう感じですかね。なるほど、はい。だから土日は取りづらいけども、もう平日はもうしっかり5時半にはもう帰って、そこでプライベートというか家族との時間がしっかり作れるようになったっていう、そんな感じですかね。そうですね。寝るまではもう毎日にみんなでご飯食べて、みんなでお風呂に入り寝るっていう感じにはしています。このあたり西田さんとかいかがですか。そうですね、うちもやっぱりうちは裏が畑というところが、逆にですね、だから休もうと思ってもこう蝶々が飛んでるとか、ね、なんかもう気になってしまう、網取ってとか、なんか気になって仕方ない部分があるので、休もうと思ったらやっぱり、外に出ちゃうことが一番、距離的にもう出ちゃうっていうのがありますけども、あとは以前はやっぱりその、注文が少ない時はやっぱ少しでも入って、下手したらもうその日のうちにもうね、蓄えて出さなきゃと思ったんですけど、お客さんがある程度ついてくれてからはもうその、野菜セットから月水金って決めて、火木土は加工日みたいな形で、ちょっとこう発送野菜セットを収穫して出すのって大変なんですけども、火木土がなんかこうちょっとこうそんなにバタバタしなくて済むっていう、ちょっとメリハリをつけるようになって、お客さんには少し待たせるけど、こちらの方が無理なく続けれるようにっていう風にやってから、随分ちょっと時間に余裕が出てきてるんですかね。なんかこう作業ルーチンをこうちゃんと見直して、やることでちょっと時間のやりくりがしやすくなったみたいな。そうですね。あと、配達をやめたっていうのは大きいですね。考えてみると、配達してる時間って農作業と加工作業が一切できないので、配達をほぼほぼもう近所の直売所にもできるだけ行かないで集荷してきてもらうと、その分加工仕事とか畑ができるようになったので、そこにこう舵を切ったのがやっぱり一つ時間を作るという意味では大きかったですかね。その工夫がかなりインパクトがあったってことですね。そうですね。急いで行った時にこう速度違反で捕まったりとかですね。なるほどです。あと車を事故った時があって、これはもう宅急便の方がよほど安いというのをちょっと聞いたことがありまして、無理してね、フラフラしちゃう時もあったので、これはもうそっちに切り替えようっていうのがありました。このあたりなんかパフさんいかがですか。配達とかそういう時間のやりくりとか。そうですね、基本的に配達っていうのはどちらかというとうちは EC が一番中心メインなんですね。基本ここで精米したものとか加工したものをパッキングすると夕方佐川さんが取りに来てくれるっていうスタイルが主なんですね。であとは、ホテルさんとか、施設さんが使う場合に、注文来るんですけども、ある程度寄せる注文は、入った都度持っていくんじゃなくて、ある程度その週のバッジでこう寄せて、2、3日待ってもらう人もいるんですけれど、大体まとまった段階で
まあ、そのサイクルって大体 お米の場合って一定サイクルでこう注文が来ることが多いので、うんまあ、2週間に一遍だったり1ヶ月に一遍だったりっていうので、うんまあ、ある程度コントロールすればそんなに回数を配達し回らなくてもいいっていうそういう感じで組み立ててはいますが、うん、今配達やめるっていう話もいいなってなるほどなるほど。あれでもあれですよね、お米は確かにこう定期的ですけど野菜とかってそのあたり今突発で特に飲食店とかだと突発できそうな気がするんですけど、まあ、そういうのも宅配セットのみに西田さん振られて、その感じですか。なので飲食はやめまして、うん、あなるほど家庭専用野菜セットというのにしてます、はいうん、あの飲食さんも うん、ありがたいんですけども、うん、よくやっぱり野菜に関してはちょっと変わったものを育ててほしいっていう、うんうんうん、割にはそんなにその注文数が思った以上になんかこう飲食だから1回1万円分ぐらい野菜取ってもらえると思ったんですがそうでもないので、うん、あの家庭用に絞ってっていう風にしてから逆にその EC うちも EC 中心とあとそのお客さんに取りに来てもらってる、うんうんうん、野菜を単品売りはしないで野菜セット今もだから実はその撮影しながら外に置いてあるの取ってってもらってペイペイで払ってっていうのがあるんですけども、そうなんですね。あの単品で売ってると私も話好きなんでわーっと話してると、うんいつの間にか30分経ってはい3皿600円っていうのがあって、うん、ちょっとこれはダメだと思って、セット販売っていうのとあの予約販売なので余裕が出るんですよね、うんうんうん、あの宅配あの直売所持ってって売れるか売れ残らないかわからないっていうよりも、うん今日入った分だけ収穫すればいいっていう意味で言うとそういう意味での時間の作り方はあの EC とかセットっていうのはできるかなと思いますね。そういう販売の売り方の工夫でこうやってる少し作業集中できるように持っていくっていうそうですね。なのでお客さんあってのことなんですけどもどちらかというと軸をこう自分に寄せるって、うん、やっぱりすごく勇気がいるんですよね。うん他のとこ行ったらどうしようとかって思ってましたけど、うん、長続きしないと持たないので、うん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 、こちらが気持ちいいようにっていうふうにあの切り替えてからちょっとそのこちらも余裕が出てお客さんももちろん離れた方も中にはいらっしゃいますけど、うん、新しくお付き合いできるお客さんがついたのであのそれは良かったなと思いますね。なるほどですね。まあ、そういういろんな工夫をしていくことによって、まあ、農業でも時間がこうコントロールしづらいところでもなんかコントロールできるようなそんなアイディアがお二人ともあの、まあ、お三方とも考えておられるそんな感じですね。まあ、ちょっとテーマがパパママなのでなんか子育てと農業のなんかテーマでなんかエピソードとかあこんな失敗したことがあるとか、 なんかいやこれはすごくうまくいったみたい なんかそんなエピソードはございますか。パフご夫妻、まあ奥さん喋ってる間でマリコさん何かありますか。女性目線の、はい、失敗したという点で言えばあの娘にある時ぽつっと、うん、お父さんとお母さんは全く遊んでくれないって言われてしまったので、まあ、そこがちょっとあの考えなきゃいけないなっていうところではありますね。でも実際ゴールデンウィークとかもうね田植えのピークですもんね。お米だとそうですね、もう超ピークですね。ですよね。もう子供の顔を見てる暇もない。30ヘクですもんね。でそこのところはちょっと考えていかなきゃいけないなっていうところはあるんですけども、ただそのやっぱり先ほども言ったようにあの5時半ではスパッとやめて、うんうんうん、あの帰っているので5時半からあのそこから外食に行こうとか、うんうんうん、はここは那須町なので観光施設が あるたくさんあるので、うん、夜のなんかそのライトアップを見に行こうとか、そういう平日でもそういう風に子どもたちと一緒にあの楽しんでいけるっていうところはあのねあるかなって思います。まあ、あとはやっぱり網持ってあの蝶々とか捕まえたり、あとうちのポンプアップの田んぼとかにはあの池があるんですけども、まあそこで釣りしてたりです。まあ僕らが魚いるんですね。いますいます。
土壌をすくってきたり、なんかまあとにかくそういうのをこう自分で考えながら僕らがこう活動してるエリアをこうなんかまあなぞってるっていうかいう部分はある。なんかそういう自然に触れてるっていう部分だかなっていうのは、まあ、背中見て育ってる、農業っていう職業なので自然により多く触れてもらってるかなっていう感じがある。農作業はやらないです。農作業はやってくれないですこれでも春休みとか夏休みとか結構長い休みの時あるじゃないですか。その時とかはなんかどんなあの時間の使い方されてるんですか。まあでも基本的に仕事がですか。そうですね、まあ稲作のその作業の、やってることとなんかそこでのお子さんとのこう時間の使い方なんか。そうですね、まあ、基本的に朝水回りっていうのは一緒に回ったりするんですけども、うん、まあ、その時に田んぼの様子とかを見ながら、あ、これがこうだよ、ああだよって言ったりとか、まあ、この時期はこんな感じなんだとかいう話を、まあ、子供らにもしつつ、うんうんうん、まあ、子供は結局おたまじゃくししか興味ないんですけど、うん、なるほどなるほど、そういうようなこうなんか仕事なのか子育てなのか、うん、なんか分かんないような感じで、まあ、朝から夕方までこうついてくるときはついてくるし、お、じゃあ一緒に田んぼ回られるんですね。そうですね、うん、はい、です。このあたりなんか西田さんとかエピソードありますか。うちは本当にその百姓的に野菜育てて漬物やってたんで、奥さんとやるときはこうあれやってこれやってって言って、その自然相手なので、あ、今日天気いいから今の間にマルチ張ろうから手伝ってって言ったんですけど、うん、奥さんからある日言われたのが、その今の今まで一緒に仕事したのにご飯はって言われても困るっていうのとそりゃそうだなっていうのと、うんうんうん、仕事はするけども少なくとも前の日にこれこれこれやっといてって言われたら、そのうちの奥さん実は看護師元でやってて、で小児看護の医療をやってて重病の人ばっかり大学病院で働いてたので、うんうん、結婚したら辞めさせてほしいぐらいにはやってねって自分が収入ゼロの時結婚してくれたんですけども、うん、それがあってその入ってくれって子供が小さくて一緒にいる環境にはできたんですけども、やっぱり、子供はその保育園に小さい頃預けてなかったので、いろいろこう家事があるし、自分も突発的にこれやろうあれやろうって言ったら困るっていう話になって、もう役割分担分けて、加工お菓子はもう奥さんで、とにかく発送が今日これがあるからこの時間までこれ作っといてねっていう風にして、あとはもうそこまでやっていてもらえればいいっていう風に切り分けたら、そのお菓子部門については、例えばその お客さんからお褒めの言葉が出ると、うん、奥さんの手柄になるので、うんうんうん、それで逆にちょっと責任感がついたというか、うん、前まではその言われたことやってればいいんでしょうみたいなところから、うん、この時間までにじゃあその家事子供、結局家と加工場が一緒になってるからこそ、いい意味で公私混同というか、うんうん、こっち子育てやって面倒見て空いてる間にっていうことができるようになってから随分変わりましたね。あとやっぱり子供に関してはやっぱり休もうと思わなかったら休めないのが自営業、うんうん、それでも一度は私自身も小さい頃には行けなかったんですが、外に出といてよかったなってなったんで、今は1週間、お正月は休むことにして一度台湾に行ったりとか、うん、まあそれでも、ドキドキしながらね、畑大丈夫かなとか、うんうん、雪大丈夫かなとか、うん、昔の頃はもうひどい時はその福井の方に、お隣の石川県なんですけど、うん、福井の方に温泉旅行に家族で行ってたのに、うん、あまりにも雨降らなくて心配で、高速で一回朝ですね、はい、みんな目が覚める前に旅館でちょっと行ってくるわって高速で行って、高速で帰ってきて何しとんのって言われて、うん、あ、そうだなと思ってちょっといろいろこうやっぱり反省を踏まえて今のスタイルでちゃんとやっぱり休むときは休もうっていうのと、うんうん、もう仕事の責任分担をしようっていうのと、うん、まあ、子供の方の、まあ、マラソン大会とかそういうのはね、逆に合間抜けて見に行けたのでよかったなと思うんですけども、うんうん、まあ、今はもう逆に子供たちが大きくなって、子供たちの予定が
部活とかね、受験とかテストとかっていう、うん、前は親の都合で遊びに行くとかあったんですけど、今最近はもう部活があるからとか言っても、うん、はいはい、行ってくれないっていうのがあるので、まあ、まあそれも含めてしょうがないっていうか、ステージがこう変わってくるのかな、うん、でもやっぱりあのパフさんたちが言われたように背中見せてるっていうのが、あの子供たちが帰ってきたってお父さんお母さんが家にいるっていう仕事って今、うん、農業以外では他にほとんどないと思いますので、まあ、自営業者じゃないと、うんうん、働いてる姿を見せれてること自体があの教育になってるのかなって。お手伝いとかって昔自分たち子供の頃ってむちゃくちゃさせられたわけですよね、うんうんうん、でもある意味それって生きる力になってるんじゃないかなと強がってはいるんですけども、うん、なんか逆に今の子たちはお手伝いさせようとしても、いや試験があるとか、うんうんうん、何々がある何があるっていうのが生きる力としては、まあ、家にお手伝いすることがあるっていうのは、お前がいないとヤギの餌やらないと死んじゃうぞぐらいな感じになった方が責任は出るのかななんて、ちょっと強がり半分で言ったりしてもらいます、ね、いやでも先ほどの福井の往復された話はすごいですね。いやあの時はまだその自分の経営に余裕がなかったんで、うん、帰ってこなくても多分良かったと思うんですよ今思うと、うんうんうん、でもなんかこう周り家族に対しても俺はこんな遊んでる暇ないんざいとアピールだったのかもしれないなと今思うとね、うんうん、でちょっとあの時はひどかったなと今反省はしますけども、うん、でもそのぐらい一生懸命やってたんだなと、あの子の自分に、うん、まあ、はい、思いながら、でもちょっとやり方間違ってんぞお前っていうふうに言えますね。え、高速代とガソリン代とかね、そうそうそう何してるんだって感じでしたけど、うん、まあでもなんかそういうの経験されてこその今があるっていう、そんな感じですね。そうですね、うん、もし経験、誰もがねそういうのは経験が通るかと思うんですね、うん、まあでもいろんな経験から工夫されて、はい、多分結構今日ご覧の皆さんはなんかそう子育て中の農家さんとかね、多分共感する内容が多いんじゃないかなと思って聞いてますけど、なんか今から新規就農で子育てしている世代がなんかやりたいとかですね、もうすでにそういう世代でやってますっていう人に対して何かこう、応援メッセージとか、いやこんなことしたらいいんじゃないかみたいな、なんか先輩農家からアドバイスみたいなことってなんかありますか？西田さんからですかね。あ、じゃあ西田さんからいきましょう。まあ、とにかくもしゼロから始めたりとか一から始めるとき、小さい農家さん、あの後継ぎ農家ではない場合は、あのもう本当に最初が大変だと思いますけども、うん、資産は自分の時間なので、あのどんなものより資産は自分の時間なので、時間をやっぱり作っていくっていうことと、うん、やっぱりメリハリつけないと、ちょっと参っちゃうかな、うん、自分を追い詰めてしまうので、ある意味幸せが目的、農業手段っていう風に切り替えないと、よくあのうちの近所 の, あのお米農家の林農さんっていう、うん、はい、林さんも言ってるんですけど、男のロマン女の不満っていう風に言ったりもするので、うん、まあやっぱりこう家庭ありきでやっていくっていうことが大切なので、うん、時間の作り方っていうのはとにかくやっていくと自動的に売り上げも上がっていくので、だったら例えば育てる野菜も新規就農相談に来るとトマト、イチゴっていうのは流行りですけども、そうじゃなくて時間作れるものからやっていくといいよっていうアドバイスはしてるっていう感じですかね。そのアドバイスの観点いいですね。時間が作れやすいものからやるとハードル低いかもしれないですね。そうですね、時間っていう観点を持たないと、あと農法で言っちゃうと、もう、もう前後しちゃうというか、うん、目的とその手段が入れ替わっちゃうので、そこだけはあの何のために農業やりたいんだっけっていう、うん、なんかたまにこう振り返らないと、うん、ついつい最初忙しいのでこうそんなことやってる暇はないんだって言って、なんかこう世界平和唱えて家庭平和ないけども、はいはいはい、そんなふうになっちゃうので、はいはいはい、まあ、家庭がないとっていうのと、まあ、今これは自分なりの反省なんですけども、まあ、子供が小さい頃ってその時しかないんですよね、うん、だから今思うとあのそういう余裕はなかったけども、あの小さい時には小さいなりの一緒に遊んどけばよかったなっていうのは
なるほどですね。じゃあパフご夫妻は何かアドバイス的なところありますか？まあ、僕らはもう本当アドバイスできるような立場ではないんですけど、まあ就農今4年になりまして、まあ就農した時はもう本当右も左も分からぬところから、まあ親元就農という形だったんですけど、まあ父親が倒れたので、あのできなくなったから僕らがって話だったんですけど、全然分からない中、まあ従業員さんに教えてもらいながらっていう感じでやっていたんですね。で1年目はもう本当に何もこうもう本当作業に追われる日々だったんですけれど、うん、ただ就農する前に考えてたのはやっぱりどういう農園に自分たちがしていきたいのかっていうことは、最初にやっぱり青写真みたいなものを作っとく時間を取った方がいいなって、僕らはまあそれはやってたんで、うん、どういう風な農園にできるだろうかって、まあその、はい、就農する前だとあの描ききれないところもあるんですけれど、ただ実際どういう感じになっていきたいかとか、どれぐらいの、まあ、売上規模だったり生活スタイルだったり、うん、皆さん言われてた時間の使い方だったりみたいなところを どうこう理想的な形にするかっていう、うん、まあ、おぼろげながらのその曖昧かもしれないですけど、青写真っていうのを持っとくか持っとかないかっていうので結構違ってくるのかなっていうのは思ってまして、うん、この青写真のその写真のクオリティによって、うん、実際に自分がやっていくその仕事のクオリティっていうのにかなりこう影響してくるっていうのは思っていまして、うんうんうん、しっかりしたマップを作って自分が望んでいけばそれに近づけるために自分がどう動くかっていう話にできるんですけど、なんか曖昧なまんまこうなんとなしにこう、うん、なんか農業って自然に触れられるからあの楽しいからみたいな話に入ってきちゃうと、うんうんうん、もう結局どういうライフスタイルを自分は求めても全く分かんなくなっちゃうっていうことになっちゃうので、まあ、農業ってなんかよくこう、うん、ビジネスじゃないようなこう理想を描かれやすいんですけど、そうは言ってもやっぱりビジネスなんですよね、うん、そこがあの最初にあの企業と全く同じなので、うん、そういう観点でこうどうなったら幸せなのかっていう像を自分なりに描いた方がいいのかなっていうのはやってて今思います。うん、どうですか？とはいえとはいえ、はい、夫のロマン、あの妻の不満ということですけども、うんうん、やっぱり夫の時間に合わせてるとものすごく自分も仕事を、まあ、フルでやっていて、うん、家庭も子供も回していかなきゃいけないっていう、うん、すごく厳しいような状況になってでくるので、うん、その親元就農の方もそうじゃない方もいらっしゃると思うんですけれども、うん、あのできる手段は全て使えっていうふうに思っていて、保育園でもちょっと私も保育園に入れることどうかなって思ってたりとか、なんか不安だった部分もあるんですけども、まあ、そんなことを考えずに、まあ、自分からそこを見に行って判断するとか、うん、あとはもうあの義理のお母さんをフル活用するとかですね、うん、もうなりふり構わず全て使えるものは使えと、なるほど思います。頼れる人は頼ると、頼れる人はもう、うん、頼れるものと頼れる人をフルで活用するっていう風にすると、なんとなく私にも時間ができてきて、うん、もっとあの会社の方に時間を割けたりとか、うん、そうですね。なんであの母とかには本当に頭を下げてお願いするとか、なんかそういうことが必要かなっていうふうには思います。うん、すごく子育てと農業のそこの核心に触れたような、はい、良い内容だったと思います。でもなんかお二人ともやっぱあれですよね、そのこうちゃんとデザイン、この未来 このあるべき姿のライフスタイルとか、どういう経営していきたいのかっていうちゃんとデザインが大事で、しかも目的は幸せになることだから農業はもう手段だよぐらいな感じで考えておられるところがなんか共通してるのかなとお話聞いていて、でそれがないとやっぱりこう振り回されちゃって、うん、なんか忙しいんだけどもあれ報われないみたいなのが、これが3年4年5年続くと、あれ何のためにやってたんだっけみたいな、本来最初のデザインが決まってないとそこに落ちる可能性が高いかもしれないですね。うん、
なんかもしね、今から始められる人はぜひそういうデザインのところから何のために農業を始めるのかとか、そういうところを考えてもらえるとすごくいいかもしれないですね。逆に考えすぎないっていうのも一つかな、うん、あ、なるほどなるほど、もう決めちゃうと。そこうやってその、まあ、今北の国からって話してもなかなか分かってくれる世代がいないんですけど、うん、あのこうあらねばならないって言っちゃって、こういう農法じゃなきゃいけないって決めちゃうと、うん、日もさっちもいかなくなるので。なるほど。要はその今最近は農家になりたかったら農家を目指せる、百姓を目指せて、うん、いろんなものができて、一つにはもう兼業農家であってもいいと思うんですよね、うん、年農家の平均年齢が68歳なので、うん、無理してそこだけでやろうとしてお金が行き詰まってっていうパターンをよく見てるので、うんうんうん、それよりはまあ、あのプライド捨てて将来的にはそういう暮らしを目指せばいいので、なんか他の新聞配達したりでも何でもいいし、うん、外の収入得るぐらいな気持ちでいるとちょっと気が楽なんですけど、うん、もう無農薬でこうしなきゃいけない、こうしなきゃいけない、はいはい、しなきゃいけない環境があって言っちゃうと、うん、なんか追い詰められてしまうますよ、ね、うん、それはもう子育ても一緒だし、あの時間の作り方も一緒だと思う、うん、なんかこう仕事の一つとして捉える部分もまた必要ですね、うん、なるほどですね。非常に良いアドバイスだったと思います。まあ、現代でいうパラレルワークをちゃんとやりましょうみたいな、そんな感じですよね。うん、なんか一つでこう縛られるよりもそんな感じの感覚でいた方が気が楽だよっていうことですよね。ちょっとここで、まあ、アグリテック、まあ、スマート農業とか最近ちょっと出てきてますけど、なんか先ほどの福井往復とかもひょっとすると何かカメラとかで見れたり、まあ、その福井の旅館からちょっとこう冠水なんかできたらひょっとすると往復がなくなったかもしれないみたいな、そういうちょっと便利な道具が今最近いっぱい出てきて、まあ、それがスマート農業だと言われてるんですけど、なんかこのあたりってなんか興味関心とか、なんか期待されることってなんかございますか？じゃあパフさんから。そうですね、まあスマート農業と言われるものでうちが入れてるものってドローンぐらい。ああ、ドローン使いますね。ドローンは入れてまして、まあ、実際にそれまで銅粉って噴霧器をあのホース背負ってですね、田んぼの中歩いてたわけなんですけど、うんうんうん、まあ、それがまあ格段に楽になったっていうのはありますね。まあ、時短になるし、まあ本当にミスなくあのきっちり、まあ、効果的に効かせることができたりっていうのはあるので、まあ、そういうテクノロジーの進化によってその農家の作業的負担を軽くできるっていうのはものすごく魅力があるなっていうのは感じております、うん、なるほどですね。がお値段がなかなかっていうところが、はいはい、うん、かなりこうなかなか採用しづらい点かなっていうのは、うん、ありますかね、うん、まあ、実際その便利はいいけれどそのコストはどこから出せるんだっけっていう部分が、あの課題かなというのは思います、うん、まあ、魅力的ではありますけれど、うん、このあたり日本一小さいを受賞で取れますが、西田さんどうですか？実はその今回このお話いただく前は、うん、あのスマート農業に関してはアレルギーではないですけど、よくまあ半分冗談で、うん、あの、うん、コンバインの性能が上がれば上がるほどあの実働時間が短くなって悩みに寝てる時間が長いんだよ、はいはいはい、みたいな話とか出て、うん、その投資に見合うその投資したら、例えば普通のパン工場とかだったらパンの機械を入れたら、うん、同じ時間内に2倍生産量が増えたら、うん、その生産量に対して減価償却していくのに対して、うんうん、農業の場合はこの大変な仕事を代わってもらえればいいっていう発想じゃないかなと思って、うんうん、どうすればするほどじゃあ野菜の値段を倍にできるかって思うとできないっていうような発想をちょっと前持ってたんですけど、うんうん、今この話で、あ、なるほど、水門とかそのスマート農業って言うとどうしても自分の中でもこうロボ化されて全自動でっていうイメージでいたんだけど、はいはい、そうじゃなくて一部取り入れる、うん、まあ言ってしまったらその産直 EC とかそういうところもスマート農業っていうふうに聞いて、それから少し、あ、なるほどなっていう、そのとにかく進まないと将来本当に全自動にできるかもしれないけど、ベターで進まないと、うん、ベスト唱えて動かないよりはいいなっていう発想にはちょっと最近なってきて、その一つがなるほどなっていう風な、少しずつ
取り入れていけばいいなっていうふうに思いましたし、確かにその畑を見れたりするだけでも随分あの気持ちが変わってきたりとか、将来的にはあの自分は今から農家が、家庭教師になればいい。